レジーナの川島選手ら6人が参加したのは、南区港公園で行われたウォーキングイベント。簡単なエクササイズを行い、早速ウォーキングスタート。選手たちは参加者と和気あいあい、おしゃべりを楽しみながら港公園2周およそ1500メートルをあっという間に歩き抜きました。そしてこのイベントでは、子ども食堂をされている NPO へ参加者の歩行距離に応じて食材を寄付する予定です。楽しく話してウォーキングって感じだったんで、いろんな話ができてよかったなと思います。こう社会を明るくするために貢献するっていう意味で、こういう活動を増やして、私たちの存在意義っていうか、そういうのをこう伝えていけたらいいなっていうふうに思ってます。そしてもう一つの会場では、知的発達障害のある方のスポーツ大会、スペシャルオリンピックスのトーチリレーが行われました。このリレー、森崎さんも参加されたんですよね。はい、元町クレド、本通りから元町クレドまで走らせていただきましたけど、公道を走らせていただいたので、すごくこう気持ちよく、それから手もね振っていただいたんで、楽しく走ることができました。はい、なかなかできない経験だったかとは思いますが、でも声をかける方も多かったですか？そうですね、本当にこうたくさんの方に、声をかけていただいて、楽しんで走ることができました。その森崎さんからトーチを受け取った金賀選手は、中区の元町クレドからゴールのグリーンアリーナまでを笑顔で完走。その後は文化式に参加し、サポーターとして大会を盛り上げていくことを誓いました。大会がこのスポーツの力を使って、明るいパワーを、世界に届けられるような、大会になることを、願い、応援していこうと思っています。